西東京バスを梅め営業所西東京バスを埋め営業所は東京都梅市末広町一丁目3の3の西東京工業団地内に所在する西東京バスの営業所。シャバンの営業所記号は B。大梅市のほか、福佐市、羽村市、秋留野市、西多摩郡日の出町を所轄エリアに持ち、羽村市、コミュニティバス、羽村の運行受託も行う。 最寄り駅は JR 大目線小作駅東口。最寄りバス停留所は西東京バス大目営業所。市内に都営バス、小梅支所があるため、停留所名に西東京バスを付けて区別している。2008年8月31日までは分社化に、より子会社の多摩バス大目営業所として営業していたが、翌9月1日に西東京バスへ再統合された。 西東京バス発足にあたり合併した3社のうち、奥多摩振興を前進とする。元は、大梅電気鉄道のバス部門であり、合併に際しては、奥多摩振興を存続法人として、他の2社を九州合併している。かつての営業所の最寄りバス停留所名は、所在地の西東京工業団地を意味する西東京団地であった。その他のふっ駅を起点とする秋川、 五日市、秋きる医療センター、純真学園方面などの系統については、五日市営業所、奈良原営業所の記事を参照。もともとは、八王子駅を梅駅という路線があり、それを分割したものである。こちらも、もともとは、八王子駅を梅駅という路線があり、それを分割したものである。平日不線駅方向1本、休日廃島駅方向のみ1本の運行。 その他の廃島駅を起点とする系統については、五日市営業所、奈良原営業所の項を参照。その他の廃島駅を起点とする系統については、五日市営業所、奈良原営業所の記事を参照。その他の廃島駅を起点とする系統については、五日市営業所、奈良原営業所の記事を参照。その他の秋川駅を起点とする系統については、五日市営業所。 奈良原営業所の項を参照のこと。上記の3系統は、五日市営業所との共同運行。その他の秋川駅を起点とする系統については、五日市営業所、奈良原営業所の記事を参照。50は、もともと、東営業所の担当路線であったが、2008年3月1日より、西東京バス五日市営業所へ再移管。 その後も、臨時便は引き続き東営業所で運行していた。2015年4月1日より平日午後の一部便を、再度あたり営業所で担当しているほか、同年9月1日より、東営業所による、大梅駅始発便が運行を開始した。2021年3月13日が夜改正にて、東営業所は休日担当に変更はむらし、コミュニティバス、 ハムラン2005年5月に運行開始したハムラ市、コミュニティバス、ハムランの運行を受託している。運行開始当初は、西東京バスから多摩バスを埋め営業所に委託されていた。スクールバス、東海大学菅生省東部、中東部用のスクールバスを運行受託している。専用カラーの車両が使用される。送迎バス、築地本願寺西多摩霊園の母山車用、無料送迎バスを、 運行受託しており、専用車両の日のリエッセリエッセニで運行される。レジャーショッピングライナーは30は、新設時から西東京バス大梅営業所から、羽村駅東口まで、東京都道249号、福佐大梅線を経由する運行するで、羽根32は羽根31の逆回りとなる運行で、主に羽根31が、午前、羽根32が、 午後という沿線への通勤を考慮した運行となっていた。下記1系統は2000年4月1日の玉バスへの路線上渡時に奈良原営業所へ移管。下記2系統は2008年4月16日より五日市営業所へ再移管。下記5系統は2008年4月16日より五日市営業所との共同運行となった後、 同年9月1日より5日市営業所の単独運行となった。下記3系統は2009年4月1日より奈良原営業所へ移管。これにより八王子市と秋島市が当営業所の所轄エリアから外れる。1995年までは大梅営業所とともに日野自動車が指定メーカーとなっており、富士中工業製ボディを仮装したブルーリボンが主体であった。 またそれ以前には、少数ながら三菱不走の車両も在籍していた。1995年以降は、西東京バスの他の営業所と同様に、日産ディーゼルのワンステップバス JPK が多数導入された。2005年には、日野レインボー HR が大量に導入され、翌2006年より導入されたイスズエルガノンステップと共に、同営業所の主力となり、これにより、 日の2ステップ車の淘汰が進められた。2008年12月時点では乗務員教習車として数台が残るのみとなり、営業車両は全てノンステップバス、またはワンステップバスでの運行となった。2008年からはブルーリボン2も少数ながら導入されており、1台は後に車両交換を伴って音型へ転属している。多摩バス時代を経ているのもあり、 タマバスカラーの車両が大半を占めていたが、相次ぐ他の営業所との車両交換や車両更新を経て、2017年現在は、従来の西東京バスカラーの車両の比率が高くなっている。ありがとうございます。